大きさ33から46ミリ、時期6から11月、分布北海道、本州、四国、九州。赤トンボの代表種。頭部や胸部はあまり赤くならず、秋に水場近くで群れのように多数飛ぶ姿を見かける。一番よく見られる種類なので、赤トンボといえばこれだと思います。秋のイメージがありますが、夏の間ももちろんいます。実は暑さに弱く、その時期は山地の涼しい環境で生活をして、気温が下がる秋に平地に降りてきます。だから群れるのかなと勝手に考えてます。大きさ33から41ミリ、時期6から11月、分布北海道、本州、四国、九州。アキアカネに似ているがやや小さく、見られる数もそれほど多くない。また成熟したオスは全身が赤くなる。夏の間からよく見かけるので、夏アカネです。秋になると成熟したオスは赤、アカネ色が強くなります。アキアカネほど数は多くありませんが、それでも見つけやすい種類だと思います。ちなみに真っ赤っかの症状トンボです。